の待って、どっちだっけ、これこっちね、いいこいつイエーイ、さんいい間違いいい、ちょっといい、むずい、なんか大体、やべって言ってる、やべどっちだっけ、ね、3番目に座らない方がいいさあ、ということで、今回はですね、仮面ライダークイズ第2回でございます。さあ前回の1回目がですね、来た、なんか思ったより反響が良くて、しかもメガネさんへのラブコールみたいなの多かったね。もう一回やってっていう男子からもね、なんかついに平成の後半、はい、そうです、今回平成の後半をやっていきたいと思います。来たー、一応前回言われた心ちゃんのためにですね、ざっくり説明すると、仮面ライダーというのが昭和ライダーというのと平成ライダーというのと今令和ライダーといいます。で、平成ライダーがですね、20人ぐらいいるんで、これは2つに分けてるんですね。平成第1と平成第2っていうふうに分けてます。で、今度はその第2の方の仮面ライダーをやっていきます。はい、よろしいですか。仮面ライダー見たことありますか。それが君の響きって、それは第1ですねで、今回はですね、平成第2なので仮面ライダーダブルから仮面ライダージオーまでのダブル待ってた。お、待ってました須田。そうです、須田まさきさんの、あ、須田さん、ね、須田さん、須田さん、早速歴史をね、振り返っていければと思います。好き須田さんが好きなんだけど須田さんが好き。まずはですね、平成第2仮面ライダーダブルでございます。やったね、はい、主人公が片桐健さん、そして、須田まさきさんのダブル主人公、はい、仮面ライダーでして、これがですね、2人で1人の仮面ライダー、半分分かるのやつじゃん。そうです、エッチじゃん。え、設定が2人で1人そういうエッチな感じじゃないエッチな感じじゃないエッチな感じじゃないいや、おじさんだったらすごいセクハラでやるめっちゃエッチじゃん主人公が探偵で、町のさまざまな謎を解決しながら敵と戦っていく。2人とも探偵ってこと。そうなんです、2人で探偵事務所やってるんですか。そうなんです。えぇ、ー、エッチじゃん、エッチじゃん、エッチじゃん、エッチじゃないよ。この2人で1人の体を使うっていう、要は変身すると主人公の方に須田くんがやってるフィリップってキャラクターの魂が入って変身してみたいな、それ2人で1つ。もう出ちゃう、出ちゃう、この人、この人出ちゃう、出ちゃう。え、その探偵事務所はあんまり盛り上がってなくて、こう常に金欠で2人でご飯とか分け合ったりしてるんですよ。そこまでの距離じゃないです。エロ女ね。このカメラシリーズでも本当1に争うくらい人気で、めちゃくちゃ面白い。最近なのに。これ本当人気すぎて、続編がですね、漫画化するっていう。コミカライズ、フード探偵っていう漫画がですね、その後を描いた漫画がありまして、それがですね、2022年の夏にアニメ化する。すごい、来年です。決まってんの。漫画が人気とかじゃなくって、もうその作品自体に人気がある。そうなんです。すごい、ダブルはぜひ見ていただきたい作品でございます。見たい、すげー。あ、ごめんなさい、私も知って。で、その後ですね、その1年後、仮面ライダーオーズ、聞いたことある、はい、ダブルが縦に半分だから、オーズはですね、この3等分なんですね。3個じゃあ3人だ。顔と上半身と下半身で色が違うんです。メダルで変身する仮面ライダーで、動物のモチーフのメダル、棒メダルっていうのがあるんですけど、動物、はい、鷹のメダル、虎のメダル、バッタのメダル、これをセットすると、鷹、虎、バッタでタトバフォームっていう、かわいい頭文字。そうなんです、3つの頭文字を合わせたものになります。じゃあおもちゃの時はそのメダルを買ってタンタンタンって入れるんですか。そうです、楽しそう、めっちゃね、楽しいです。そうですね、すごい人気の作品でございます。で、その後、その1年後、仮面ライダーフォーゼが、聞いたことある、聞いた時、はい、公開されるんですけども、主人公が福士蒼汰くん、仮面ライダーフォーゼ役で、2号ライダーの仮面ライダーメテオ役が吉沢亮さん。わかる、カメラダメテオっていうブルースリーみたいなカメラダいるんですけど、そんな役やってるんで、よかったね。へー、じゃあ脱いでるんだ。ん、じゃあ脱いでる、じゃあ脱いでる、わかんない、ブルースリーって黄色い服、黄色い服、あ、まあ確かに、ジョーのジョーロのイメージがあるよ。じゃあ脱いでる、吉沢亮さんが今回この仮面ライダーフォーゼからまず第1問出します。仮面ライダーフォーゼなんですけども、仮面ライダーは部活です。おお、仮面ライダー部というのがあります。いいの、じゃあ学校生活ってこと。そうなんです、これ学校が舞台なんですね。へー、みんな学生で、学校で
のその友情とか恋愛みたいなのにその仮面ライダーを合わせるっていう作品なんです、はい、じゃあ怪人は何なんですか。その怪人は…生徒それはね、構想みたいな感じなんですで今回この仮面ライダーフォース、仮面ライダー部というのがあるんですけども、仮面ライダー部の拠点、部室がですね、月面にあります。月面、はい、飛んだ一気に、あのこれ宇宙もテーマなんですよ。学園生活と宇宙っていうのがテーマで、仮面ライダーフォースは宇宙服みたいな仮面ライダーなんですよ。白いで、この仮面ライダー部の部活が部室がですね、月面のラビットハッチという秘密基地なんです。かわいい、好きだからね。そうです、これね、学校にあるあるものを使ってその基地まで行くんですよ。え、それ何でしょうというものです。はいはい、用具箱。正解。え、やった見てました。なんかね、そのやつだけ見たときあるような気がするんですよ、ね、はい、この企画がもう一瞬で終わりそうな予感がしますね。やばい。いやでも、え、用具箱ってどういうこと。あの掃除用具のところだよ。ロッカーってありましたよね。あの部屋の右端後ろみたいな。そうそうそう、よくいじめられっ子が中に入れられる描写を漫画でよくやるやつ。違うよ。あ、エンジじゃない。先生から隠れるときにギリギリに二人急急に入るやつ。そうだよ。それによってその道具箱の使い方が違う。でも仮面ライダーはハッチに行けるらしい。吉沢亮さんと藤井聡太さんが2人で入っていく。うーん、きついみたいになんないです。うわー、ダメだ、それがセルから。はい、ということでこれが仮面ライダーフォーズでございます。学園青春もの。それ終わった後、仮面ライダーウィザードが始まります。あー、聞いた時ある。これはね、指輪の魔法使い。かわいい。そう、指輪で変身します。やっぱね、物を売るためにいろんな持ち物を必要ですね。皆まで大人の事情。いろんな指輪があって、その指輪をベルトにかざすと変身できる。へぇー、知りたい、ね、やりたい、ね。まあ、魔法使いっていうテーマなんで、うん、結構ね、あのシュッとしてるんですね、キャラクターも。だからフォーゼが宇宙服でなんかこうむぐってしてたから、あ、急にシュッとしたじゃんみたいな感じで、まあ、それはそれで楽しめるという。舞台はどこなんですか。現代の魔法使いっていう、うん、人知れず魔法を使って姫を助けていく。組織はどういう形態なんですか今回は。これがですね、慣れてきた。ねえ、問題になるかもしれない。あ、確かになっちゃって。ストーリー的には才能のある人たちが集められて、そこでサバトが開かれるんですよ。あー、バーって、で、みんな死ぬんです。要はサバトが開かれて、みんなのこのなんすか、悪魔みたいなモンスターみたいなのがこう目覚めちゃうみたいな、はいはい、で体も取られちゃうことが起こって、うん、その中で唯一の生き残りが主人公、で自分の中にそのドラゴンのモンスターがいるんですけど、そのドラゴンのモンスターと契約して変身するっていう。なるほど、めっちゃ中二病って感じ。いいね。ドラゴンも魔法も仮面ライダーも全部取りってことですね。全部取りですね。すごくすごい、すごい。さあ、ということでウィザードなんですけども、その次、はい、こちらから問題出させていただきます。仮面ライダーガイムでございます。あれだ、出た、フルーツ。そう、フルーツ。フルーツで変身する仮面ライダー。へぇー。佐野岳さんとかね、高杉真宙さんとか出演されてまして、はい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 、脚本がですね、もうおなじみ、出た、あー、出た、うろぶちげんさんでございます。うろぶち脚本で仮面ライダーってみたいな、当時ね、すごい話題になったんですけれども、話題になった。問題です、はい、この仮面ライダーガイム、最終的に主人公どうなるでしょう。これは吉田さん得意でおっしゃいましたね。数々の仮面ライダーのような前回ね、ストーリーを作ってきた吉田さんなら、はい、って分かるはず。はい、ズンコさん死ぬ。最終的に自分のも携帯のフルーツになってしまって、助けた女の子に食べられる。かわいい。かわいい。なんか昔話でありました。なんで助けたはずの女の子に食べられる、気づかれずに。はい、はい、フルーツ、あ、フルーツポンチを売る人になる。かわいいだね。なんで、ちっちゃい頃なりたかった。主人公ね、あのフリーターっていうか、まあほぼ無職ですね。フリーターに戻っちゃう。もうね、フリーターなんかはるかに上の存在になります。はい、はい、神になる。正解。うわーえ、なんで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 。まどまぎとかもちょっと神になるからさ。そうなんですよね。あれってね、そう、あれってまどまぎかじゃんぐらいの。へえ。で、次カメラでドライブです。ドライブ、どこにある、聞いたことある。これは竹内陽子さん。おー、ヒロインが内田陽子さん。あー、ダリオー。
さらにですね、劇場版に、まあ、その主人公の息子役っていうのが未来から来るんですけど、これまで新田真剣佑さん、今をときめく、ね、俳優さん、女優さんがバシバシ出てるんですけど、これあの、仮面ライダードライバーですね、ベルトをしゃべるんですね。で、あのバイクじゃないです、車に乗ります。ドライブ、仮面ライダードライブっていう。車種は何なんですか？車種はちょっとごめんなさい、メンツから把握したいんですけど、必殺技とかもその車を使った必殺技とか。へー、毎回さ、車壊してたらめっちゃいいね。ハリウッド映画聞いたよね。確かに。で、この主人公、警察官。あ、ピピピ。で、その警察官役の主人公が、まあ、様々な事件にそのロイ・ミュードって言われるなんかそのロボットが関与してるんですね。で、それを止めるために仮面ライダーに変身して止めるっていう。で、その後のその仮面ライダーゴーストでございます。ここ、ここから問題出させていただきます。え、仮面ライダーゴーストなんですけども、え、パーカー姿の仮面ライダー。え、かわいい。なぜゴーストなのか。これはですね、宮本武蔵やエジソンなど英雄偉人の力を借りて戦うんです。え、楽しそう。すごい。英雄の魂がパーカーに宿って、そのパーカーかぶると、あの、山本武蔵とかエジソンみたいな感じで戦えるっていう。エジソンって人と戦う？発明なんか、え、できてるじゃんみたいな感じで。電気の力を使えるエジソン。あ、すごい。そうなんだ。あとニュートンとか重力の力を使える。万有引力みたいな。重力いいね。そんな仮面ライダーゴーストなんですけども、第1話で、まあ、主人公が大体、まあ、変身するきっかけっていうのがあるんですよ。どうしたっけ。この主人公が変身するきっかけとしてあることが起きます。主人公によってあることが何でしょう。はい、これじゃん。幽体離脱。あー、残念。アジ、はい、車に引かれる。あー、そう。北海道のクラーク博士の銅像とぶつかる。何をぶつかって、俺たち入れ替わってる。その頃から入れるんだ。じゃあそれも仮面ライダークラークじゃん。はい、なんかあの桃鉄でこう出てくるなんかちょっと偉人みたいなのに興味を持つ。偉人に興味を持ってどうする。え、なんかさ、編集するときってピンチなんですよ。ぶつかって痛いじゃん。ピンチ具合で言ったら私が一番ピンチで。いや、だって車に引かれてたのね。確かに、余白みたいな。確かに敵が出てきてピンチなんです。あ、意識不明になる。え、じゃあ心ちゃんのが今のところ一番近い。いや、近いのはね、つんこさんですね。え、引かれる、車に引かれる。え、死ぬ。正解。え、あー、死んじゃうんだ。そう、敵に襲われて死にます。先にというか、あらかじめ、あらかじめ死んでる。第1話で主人公がそのお父さんの形見の宮本武蔵のその剣みたいなのを持ってるんですよ。で、それを狙って敵が来ちゃうんですよ。その英雄の力を呼ぼうじゃないですか。で、ダメだ、忘れないっつって抵抗するんですけど、殺されます。1話で死んじゃうんです。早いな。握ってた、そので死んで展開に行った時に、その展開のなんか仙人みたいなのがいるんですけど、そいつに、なんか死んじゃったねっつってなんかもう一回、なんか、どうだったら生き返らせてあげるよって言われて、で、ちょっとどうかなっつってじゃあでもいい、ナロー系みたい。確かに、ね、単身でね、今時で、現代に蘇って変身して戦うっていう。一回死んでるから霊力が高まってて。死んでるから霊体なんです。え、あ、体ないの。あの、体はもう消滅しちゃうというか、その変身の時に一回消滅して、要は霊体状態になっちゃうんですね。だから人に見えないっていう、自分の姿が。え、悲しい。で、その偉人の力をいっぱい集めれば生き返らせてあげるよっていう話なんです。じゃあ何か助けても周りから感謝されることもなく、そうなんですよ、一人で戦ってる。一人で戦ってる、まあこういうことですね。え、絶対そのさ、集めたらさ、はい、生き返らせてあげるよって言った人、黒幕でしょ。あ、知ってるんだ、私、そういうこと言う人。英霊の魂を集めるってことは、そこにパワーが集中するっていうことだから、その塊を利用して世界征服しようとしてる人がいる。じゃあ、その仮面ライダーゴーストの、じゃあ一回出してあげるよって言ったキャスト、誰でしょう。え、悪そうな人。黒幕っぽい人。うん、はい、デンデンさん。誰。なんかちょっと優しそうだけどさ、悪くもなるみたいな。もっと悪い役、はい、北野武。あー、もう悪すぎる、それ。大物すぎ。悪すぎ。坂井雅人さん。うわ、悪いよ。悪いよ。なんか陰キャ。悪いよ。悪いよ。悪いんだけど、コミカルな方です。で、じゃあ坂井雅人。笑いながら怒るんですよ。あ、竹中直人。正解。あー、
仙人役なんですけど、実はちょっと悪い役だったっていう。もう絶対悪いもんね。実際ストーリーを進めていくと本当は悪いやつじゃないんですよね。いろいろその目的があって主人公にその力を託します。次、仮面ライダーエグゼイド。あんまり聞こえない。これね、あの画像を見せますね。かわいい。ゆるキャラみたいな見た目の仮面ライダーです。ゲーマン。そうです、ゲームで変身する仮面ライダー。この今見たゆるキャラがレベルアップするんです。シュッとしてくってこと。これがレベル2でございます。でもこれになるんですか。そう、1個上がると2等身から8等身になるっていう。よかった。スリーはどこまであんの。レベル99。もう2から先パラダイスじゃん。やばいよ。もう、まあ、このゲームなんでどんどんね、そのカセットで変身するんですよ。カセット古い、かわいい。ベルトにあのこうゲームのカセットをガシャって入れて変身するっていう。かわいい。カメラでございます。次、カメラでビルド。聞いた時ある。知ってますか、これです。あ、これ数学のやつ。今僕がね、あの実は見えないんですけど T シャツを着てまして、それにカメラのビルドがプリントされてるんですけども。かわいい、おしゃれ。かわいい。そう、あの、ね、天才物理学者が主人公なんですね。もうすげえ適当なこと言う。すげえ。この仮面ライダービルドなんですけど、ちょっと異色の仮面ライダーでして。どういう意味で。まずですね、宇宙でパンドラボックスと呼ばれる箱、すごいエネルギーを含めた箱を、見つかります。それがで、それ地球に持ってきます。でこの箱があればエネルギー問題解決するぞ、イエーイなって、そ使おうとしたら暴走しちゃって日本が3つになります。どこで分かれたの。巨大な壁がバーンって出てきちゃって、東と北と西との3つに分断されるわけですね、うん、要は北海道と東京と、まあ、関西みたいな感じになります。さあ、これ日本が3つに分断されると何が起こるでしょう。食料問題。そうですね、食料問題が起きます、ね、いろんな貧困みたいなところも加速します。そうなるとですね、戦争が起きます。仮面ライダーはですね、戦争の道具なんですね。各都に仮面ライダーがいて、ライダー同士が戦ってもう覇権を争うみたいなのが最初の話です。これ変身方法っていうのが面白くて、フルボトルっていうボトル、ちっちゃいボトルを2個使うんです。これ2個ピコンピコンとこうやってはめて変身するんですけど、そのフルボトルっていうのがさまざまな動物とか機械、物の、まあ、要は要素、エネルギーがこう入ってるんですね。それを2個つけることで変身できるんです。で主人公、この今赤と青のやつは、これウサギと戦車。ウサギと戦車、はい、ラビットとタンク、この能力で変身したラビットタンクフォームっていうのがまあベーシックなスタイルで、他にもですね、ゴリラとダイヤモンド、ゴリラモンド、ゴリラモンド、はい、パンダとロケット、これロケットパンダっていうフォーム、かわいいとかですね、要は動物と何かみたいな形でベストマッチするわけですね。そうすると、まあ、パワーが爆発に上がって戦えるみたいな感じなんですけども、ここで問題です。ライオンのフルボトルとベストマッチのボトルは何でしょう。なんだろう。でもなんかライオンがもう強いもんね。爪。はい、新幹線。新幹線、ライオン、ノーベストマッチ。ノーベストマッチ。早いからいいからね。確かにね。そうそう、ニュアンスとしては、ね、そういう感じでございます。じゃヒント、これ機械です。機械。機械です、電化製品って言ったんですね。電化製品。じゃあ、はい、スタンガ。残念。安田さん、話聞いてました。家電じゃねえし。吉田山特区では家電として扱ってるけど、家電として扱ってるやばいっすよ。ソルジック家なんです。はい、はい、杉田さん、掃除機。うわ、正解。変わらない、パワーが変わらない唯一の。あー、超天才。正解はですね、掃除機、クリーナーなんですね。ライオンとクリーナー、ライオンクリーナーっていうフォームになります。なんか、クリーナーの部分は何をするの。これ掃除機ですよ。あの敵を吸い込んで、吸い込んでライオンのパワーで吹っ飛ばすんだ。あー、なるほど。あ、引き寄せて。そうなんです。敵が素早いとか、空飛んでても吸い込んでやっつけたっていう。うわー、なるほど。便利だな。賢い。そういうフォーム。そして、今までの歴史を踏襲した平成最後の仮面ライダー、仮面ライダージオー。もう記念作品なんですよ、これ。仮面ライダージオーっていうのは気合が入っている。相当気合が入ってまして、赤かっこいい。ライダーって書いてある。そう、顔にライダーと書いてあります。え、時計じゃない。そうなんです、時計がモチーフの仮面ライダーなんですね。本当だ。今までの平成の歴史を、ま
振り返る作品ということで、うん、その平成のライダーたちの力を受け継ぐっていうテーマなんですよ。山ほどいるじゃないですか。山ほどいるんです。だから、うん、2話に1話ぐらいペースでそのライダーの回をやってるんですけど、歴代のキャストが出てくれるんです。すごい。時計なんでタイムマシーンで行き来できるっていう。ああ、またチートのやつだ。そうで、敵はそのライダーの力を奪ってそれを怪人にしちゃうっていう敵なんですね。ああ、主人公はそれを阻止するために本体の人に会ってそのライダーの力を受け継いで倒すっていう。さあ、こちらから最後の問題を出させていただきます。はい、はい、2号ライダーっていうのも、ね、やっぱり必ず出てくるんですよ。確かに、うんうん、2人目のライダーが、はいはい、これもあの出てきます。一応仮面ライダーゲイツっていう。ゲイツ、お金持ちそうね。分かる。赤い仮面ライダーもいるんですけど、それも顔に何か書いてあるんですよ。ゲイツじゃない。ゲイツ。なんて書いてあるでしょう。マネーって書いてある。やっぱゲイツだから。ゲイツだから。これだと違います。はい、これ仮面。あ、違う。あ、2人で仮面ライダー。仮面ライダー。かわいい。ちなみにゲイツっていうのは未来の人なんです。未来からやってくるんですよ。令和。うん、かっけー。ダメ。あの、このストーリー的には主人公が未来になるとですね、魔王として君臨してまして、あの、人類を滅ぼすっていう、その力を使って、仮面ライダーの力を使って弱い奴らをみんなもう滅ぼしちゃうみたいな。俺が王様だみたいな存在になっちゃってるんです。で、ゲイツ君はそれに虐げられてレジスタンスにいるんですよ。あで、あいつを倒そうって言って戦うんですけど、強すぎて勝てないみたいな。じゃあなんか若い頃行って殺せばいいんじゃねっつって来るんです。で、主人公にお前は将来魔王になる存在だから殺すっつってめっちゃ攻撃してくるんですよ。そういう存在なんです。はい、復讐。打倒。立ち巻きみたいになってる。ライダー。正解。あただし、ひらがなでライダーって書いてある。なんで？見たい見たい。どうなんだろう。見たいって。え？これひらがなでライダーって書いてある。ああ本当だ。どこに？本当だ。そしてこの仮面ライダージオが終わって、次のライダーから令和へと進むわけですね。要は時代が新しくなりますよっていう。令和ライダー。はい、令和ライダーが始まります。今回は平成第2のライダーでクイズをやっていきました。はい、なんかどれが気に入ったと思いますか。フルス。あ、確かにガイも気に。でもあとダブルも気になる。ああ、そう、ダブルアニメありますからね。そう、確かに練習したもんね。そうだよね。はい、それではこの動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。うん、さようなら。締めるの下手な人なのかな。なんかかっこいい締めやろうと思ったら難しくなっちゃいました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。そしておすすめの動画はこちら。せーの、バイバーイ。